毛きとは、柿の木か柿の貴族の常緑鉱木である。フィリピンのタカログ語では、カマゴン、マレーシアでは、ブーアメンテガ、ブーアサクラット、インドネシアでは、ビズベル、ベトナムでは、ホンユン、タイでは、マリット、バングラデシュでは、バイラティガブ、中国では、台湾柿、台湾では毛き、同じく、台湾の台湾族の言葉ではかまや、カマヤ、ヤミ族の言葉では、カマヨと呼ばれている。 ケガキフルーツケガキフルーツ、スライス毛キ種子フィリピン原産で東南アジアにて採食されている。原産地のフィリピンではほとんど全土にわたって毛キが自生している。イギリスの手により1811年にインドのカルカッタの植物園、1822年にロンドンの旧王立植物園、1881年にシンガポール植物園に持ち込まれた。 カキに似た高木で高さ10から20メートルになる。幹の樹皮は黒である。葉は五星で、その形は長円形で全力角質である。新しい枝には茶色の毛に覆われ、葉の裏にも青白い毛がある。私有移樹で葉陰の枝状に生じた木質コブ状の単枝に着生する。尾花は花柄状に数花が密生し、雌花は溶液に単生する。 花弁はクリーム白色で4枚、湯水が8本ある。目花の湯水には花薬がない。バ花は計6ミリメートル程度、目花はさらに大きく、花形はバ花の2倍である。果実は玉、またはやや平た休憩であり、大きさは計10センチメートルになり、4枚の額がある。花皮はビロード状で茶褐色の蜜毛に覆われ。 完熟すると脂積色になる。果肉は紅白あるいは大色である。中に4から8個の三角形の大きな種子がある。比較的生育が早く、葉が厚くて密生し、樹勢が整っていることから、街路樹、日陰樹,樹として植えられている。また、その果実は食料として生殖されている。材は緻密で硬く、比重は1.09である。新材は黒色で、 暗示、または暗緑色の縞模様を有し、青黒炭と呼ばれている。ステッキ、高級家具、彫刻、楽器、防水、より木細工として利用されている。ありがとうございます。